500円プールの出来上がりだーい。もつとはやにえ、もつとはやにえ、もつとはやにえ、え。皆さん毎度バイ。ゲーム実況ユニット、もつとはやにえのもずべーです。いきなりですが、これなんだと思います？実はこれ、スカイツリー型の貯金箱になってて、かなり前に父兵衛が購入したものなんです。なんと、この中に500円玉が入ってまして、父兵衛が数年間たんまりと貯めた賜物なんです。一体この中にいくら入ってるのか気になるんで、これから開封？数えていこうと思います。果たしていくらあるかな？100枚以上はあるんじゃないかなということで、モズの家族と一緒に数えていこうと思います。まずはタワーの中身を開け、上まで溜めてたようで溢れてしまいました。それもそのはずで、もう500円玉の実がぎっちりなんですよ。これすごいよね。とりあえず数えるのにこの猫専用のうどんケースの中に入れていこうと思います。猫ちゃん用に買ったんだけどね、あんまりお気に召さなかったようで。あ、これはうちの猫のウルと申します。これ尻尾をね、体に巻きつける仕草がめっちゃ可愛いです。ではでは、この中に入れていきましょう。こんなにコインが落ちてる光景って、なんかコインゲームくらいでしか見たことないよね。さあ、このぐらいだね。さあ、では数えていこうかな。見てこれ、柄みたいな500円玉見つけた。やっぱ数年間貯めてたってのもあって、こうして見ると500円玉も種類が違うよね。いろいろある。では、この500円玉たちを数えていきます。今回はモズベイとモズの父である父兵衛、そして今映像の中にはいないんだけど、妹のイモベイも途中から参加するようで、3人で数えていこうと思います。お金を重ねた時の単位がちょっと分かんなかったんだけど、500円玉10枚を重ねて、横は20列単位で並べていってます。説明ちゃんとできてるかな。あとはひたすら数えていく感じですね。数え終わった時間はね、2時間はかからないで、意外と早く数え終わりました。思ってたより早かったんだよね。割と途中疲れて、小休憩でドリンクタイム挟んだりもしたんだけど、まああまりこういった作業をね、普段やらないから、新鮮でね、作業自体は楽しかったです。そうそう、今左で数えてる父が、500円玉貯金を貯めた張本人なんだけど、父親曰く500円玉が使えなくなる呪縛から逃れたいっていうことで、動画をね、撮っていいよっていう許可ももらって今回数えてるんですよ。どうやら500円玉貯金、習慣づけていくと、500円玉がね、普段使いできずに貯金しなきゃって考えになっちゃうんだって。なんかこれ聞いた時ね、まあ真面目な性格なんかなーって思ってたけど、最近自分も500円玉が出たら机に置いてる豚の貯金箱に入れるよう意識してて、ちょっと使えなくなる気持ちがね、分かってきたかもしんない。財布の中にあっても500円玉避けて、お札とか小銭で支払ったりしちゃうから、500円玉の呪縛ってあるんじゃないかなってちょっと思います。そんなわけで、この500円玉を数えたら家族みんなで分配していいってことなんで、まあそりゃね、こうやってみんなで数えちゃいますよね。お、喋ってたらだいぶ揃ってきましたね。よく動画で見るみたいな感じになってきてる。今列の間に隙間ができてるのは、下の部分が100万で区切ってるって感じですね。あと残り少し。果たしていくらあるかな？はい、無事に数え終わりました。いやー、こうして見ると結構あった方じゃないのかな。さっきも話したんですけど、手前にある部分が100万で、上の部分が残りの500円玉ですね。というわけで、今回500円玉どのくらいの枚数あったかというと、全部で2720枚です。金額で言うと136万ありました。いやー、あのスカイツリー貯金箱の中にこんなにあったんだね。約6年くらいかな。そのくらい父が貯めてた産物、塵も積もれば山となるを体現した感じで身に染みます。ぜひみんなもこのスカイツリー貯金箱ネットで売ってると思うんで買って挑戦してみてください。もし500円玉貯金の呪縛から逃れた人がいたら動画のコメントで教えてください。今定規でどうやら配分を決めてるようですが、果たして誰がどのくらいもらえたのかな。ちなみにモズベイはこのお金でゲーミング PC を購入いたしました。この動画も貯金のお金で購入したパソコンで快適に編集して、今でも毎日バリバリ活躍してくれてるんで、マジで助かりました。ありがとう、父べ。この恩を活動でなんとか返していきたいなと思います。頑張ります。ちなみに購入したゲーミング PC の開封動画もすでにアップしてるので、気になる方はそちらも見てみてね。参考にはならないけど、概要欄にゲーミング PC 開封動画のリンクを貼っておきます。少しだけネタバレをすると、七色に光る猫が出てきます。というわけで、今回500円玉貯金数えてみた検証の結果は136万円でした。最後までご視聴ありがとうございました。普段はゲームの生配信やショーツ、実写動画などいろんなことをやっております。感想、コメント、高評価、そしてあわよくばチャンネル登録お待ちしております。バイバーイ。